すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、昨日の夜ね、ようやく福岡から帰ってまいりまして、福岡から帰ってきた一発目、中華そばすりたいなってことでこちら来ちゃいました。ドン。小田急線もしくは井の頭線下北沢駅から徒歩3分ぐらいのところにあります一流さんにお邪魔します。こちらではね、昔ながらの中華そばすれるってことで、東京に帰ってきたなってね、思わせてくれそうってことで、早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、一流さん、気になるメニューはたくさんありますが、今回はチャーシュー麺をチョイス。昔ながらの雰囲気の店内を眺めながら待っていると、早速来ましたよ。こちらが一流さんのチャーシュー麺。チャーシューが竜の鱗のごとくびっしり並べられています。スープは一見あっさりなようですが、どうなんでしょうか。ではいただきます。まずはスープから。おお、ガツンと豚骨の鶏ガラの旨味が押し寄せてくる。あっさりに見えて実は非常に濃厚で、一度味わったら癖になって何回も飲んじゃいますよ。ではお次にチャーシューを食らいましょう。うわ、うん、まっ。肉自体にしっかり味付けがされていて、噛み応えバッチリなタイプです。さあ、ここでチャーシューの下に潜んでいた紅生姜が食らってからのチャーシュー。くぅ、爽快感とのギャップがより肉のうまさを引き立ててくれます。お次にメンマ食らって、いよいよ麺いっちゃいましょう。中細の縮れ麺を、はい、すする。おお、固めの茹で加減で噛み応えバッチリ。濃厚なスープもよく絡んで、お口の中がうまさのカーニバル状態です。さあ、またまたチャーシュー食らって、もう一丁麺をすする。懐かしい感覚もありながら、独特な味わいもあって、もうやみつきです。お次にチャーシューバサミの贅沢すすり、シューベルト。この組み合わせはまさに魔王級のうまさです。さあ、ここで胡椒を入れて味変すすりしちゃいましょう。ほほー、豚骨のコクをさらに際立たせてくれて、さらにうましです。さあ、またチャーシュー食らって、またまたチャーシュー食らってから、麺をすするチャーチャー並びをしすすり。時々来る紅生姜の爽やかさが後味をすっきりさせてくれて、それがまた癖になります。ではいよいよラストのチャーシュー食らって、スープ飲んだら見つけました、おしんこ。お口直しにどうぞということなので、最後の締めにパク。これがまたすっきりとした程よい酸味で、素朴なうまさ最高です。というわけで本日も大変すれました。懐かしさと独特さが同居したネオレトロなうまさの中華そばでした。では、オーガストレス。はい、ごちそうさまでした。いや、一流さんにね、行ってきたんですけれども、いや、もううまかったって感じですね。なんていうんですかね、これなんか、うお、びっくりした。なんていうのかな、こう優しいながらもしっかりこうパンチ力はねあるんですよね。麺もね、もう歯ごたえバッチリの縮れ麺で、いや、もう麺とねスープの相性はもう最高でしたね。もう鍵と鍵穴みたいなね。下北沢にね、こんな店があってさ、ね、ちょっとするもちょっと勉強不足だなとね思い知らされましたね。それではするの公式キャッチフレーズ、一流さん、おでんで言ったら大根や。はい、